からするんですか。そうすると、よく卵が丸くから絡まって飛び出すんですね。で、その時に、はい、塩ですね。結構だいぶ早くないですか。家でやるときもっと卵とかも塩、もっと火通すし、胡椒、はい、卵はもう半熟がいきますね。ここで一つ大事なポイントが。その時に、はい、もうごちゃごちゃいけない。え、全部塩です。あ、これが塩です。そう、そのと鍋が早く温かいんですね。はい。と、しまって、ありがちやな。危険ないんですね。やってる俺が作るから。そうですね。かっこいい。出しやと、まあ、火のとこに合わせて。いや、家庭のガスだと、はい、いっぱいないですね。でも、同じ。そうなんですね。ね、もうあんまりガチャ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 しすぎない方がいいんですか。そうですね。火力はこの10倍ぐらいするんですよ。はい。あの、レッサーのね。だから、取らないと焦げちゃう。なるほど。でもだから、みんなあれを見てしまってるから、家でもああしなきゃいけない。そうそうそう。なるほど。で、カメラマンも踏んないと怒るんですね。これはテレビの面白いところですね。もっと振って帰ってもらえるので、あの、見てれば思っていってますね。やばい。ここの作業はめっちゃ丁寧に。そうですね。炒めた方がいいんですか。決まり手でこう放せば、でも先よく炒めた方が、はい、いいんですね。みんな早く上でいちゃうんですね。いや、すぐ入れちゃう。入れがち。どんどん、汁が出てしけちゃうんですね。だからベチャベチャなるんですね。家の家のパラパラってなる。私もうね、私はベチャベチャが好きだって言い張ってるから、私はベチャベチャすぐもうすぐ入ってるの。いや、俺も入れてる。これやったら、はい、さん、私のフライパンどうですか。使いやすいですか。最高ですね。最高。パレリもね、そう、深いのもいいですし、買いやすいですね。自分たちは中華鍋なので、フライパン使うとみんなこぼれちゃうんですけど、楽ですね。結構したんです、このお鍋。でもね、ネギ、ネギタケですね。恥ずかしい。結構通して、はい、あとはあんかけてますね。これだけでもそう思いました。これは美味しそう。続いてあんを作ります。まずは油でネギと下ごしらえした具を炒めます。ベビー、はい、でこれに、そこに水で溶いた鶏ガラスープの素を加えます。水はね、よくありますので、家庭ではこれですね。お砂糖ですね。はい。さらに醤油、塩で味を整えた後、水溶き片栗粉でスープにとろみをつけていきます。うまそうやな。チャーハン合わせる感じじゃないね。ね、超とろみ。超とろみ。これで、はい、ごま油を。最後にごま油をかけて、あんの完成。うわー、おいしかった。ついに完成した高坂利休パンシェフのあんかけチャーハン。果たしてそのお味は。まずはタンさんが出来栄えをチェック。何でしょう。うん、ありがとうございます。